どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日も PUBG ニュースイートやっていこうと思います。はい、ということでね、ちょっともう寝る前だったんですけれども、ちょっとね緊急の情報が入ってきたので、まあ皆さんにね、まあ、お伝えしたくてこの動画をまあ緊急で撮ってます。はい、何がね情報入ってきたかっていうと、なんかさ、PUBG ニュースイートトルコ公式のツイッターアカウントがですね、突如なんか意味深なツイートしまして、なんかそれがですね、なんかビケンディの、まあ、なんか動画プラス、なんか今日はどこにおりますかみたいな感じで、まあ、ツイートされてたんですよ。本日の21時42分ですね。はい。で、なんかそのさ、ビケンディのさ、なんかマップみたいなやつに、なんか、モバイルじゃね、見なかったような、まあ、地名がですね、まあ、いくつか、まあ、載っていたんですよね。うん。まあ、なんか具体的に紹介すると、ちょっと待ってください。今ちょっと拾いますから、ちょっと待って、これ拾わせてください。これだけ拾わせてから喋らせてください。ありがとうございます。シェイシェイ。ということで、まあ近くには降りてないか。ちょっと俺喋りたいからさ、本当に邪魔すんじゃねえぞ。マジで邪魔したやつからもう一人残らず駆逐していくんでね。 MK14 ありがとうございます。はい、ということでね、お待たせしました。ピルネックとか、あとサウミルとか、あとランバーヤードっていうのがね乗ってたわけですよ。でこれ何かっていうと、まあ、PC 版のですね、まあ、ビケンディなんですよね。うん。で、まあ、これがね、ニューステートに、まあ、来るのか来ないか問題なんですが、まあ、来ないと思います。あっぷな。いたいたいた、もうなんだよ。来やがったわ。はーい。やりましょうか。そう、ね、だって、ニューステップでさ、来ないって言ってたもん。なんか投げてきやがった。これはスモークですね。はい。オリジナルマップを展開していくこと考えてるみたいに言ってたんで、既存マップはね、多分来ないと思うんですよね。だから、なんかどうしたっていう、うん。僕はですね、まあ、踊らされないぞ、簡単には。騙されないぜ。はい。ということでね、なんかトルコ公式が意味わからんツイートしてるんで、まあ、翻弄されてるんですが、まあ、僕はね、多分来ないと思うんですよね。あいつまずしばくね。はーい。私に喧嘩を売ったらこうなります、皆さん。絶対に喧嘩売らないように。そう。だから、まあ、今ね、結構騒がれてるんですが、あ、まあ、多分来ないんじゃないかな。だってさ、ニューステップで、開発陣の人にね、なんか今後さ、まあ、どういったことを展開していきますかみたいな質問でさ、オリジナルマップ展開していきます。今2つ作ってます。つってさ、いきなりビケンディ来たらさ、ビビるじゃん。なんでビケンディって話だし、うん。まあ多分ね、ジョークか何かだと思うんですが、なんかトルコの気候とかについても調べたんですけど、そんな雪国っていうねわけでもないみたいなんで、本当に謎ですね。うん。何がしたいのかわからない。まあ僕みたいな感じでしょう。僕も何がしたいか、まあ、自分でも分かってないんで、まあそんな感じだとね、まあ個人的には思ってるんですけど、まあ皆さんね、いかがでしょうか。まあビケンディが来ると思った方は高評価、来ないと思った方はですね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。ということで、まあ今日も今日とて、なんか寝る前にね、まあ一戦やって、まあ、ドンカツ取ってね、もう気持ちよく寝ましょうか。はい。みんなはさ、ちなみにモバイルとか、まあPC、まあどっちでもいいんですけど、何が好きですか？マップはミラマー、サノック、ビケンディ、カラキン、まあいろいろありますが、モバイルだったらその辺か、まあリビックとかも入れてもいいんですけど、僕はですね、やっぱりサノックだな。はい。まあサノックでプレイしたいっていうか、まあサノックみたいなね、なんかジャングル地域、ああいうのね、ちょっと僕好きなんですよね。うん。結構イモられてうぜえんですけど、敵が至るところにね、なんか緑のさ、格好してさ、草に紛れて、草とか言ってさ、撃ってくるから、結構腹立つんですけど、自分がそれやってね、成功したときはかなり気持ちいいっていうね。はい。なんか余計なことやめてくれるかなって感じなんですけど、マジで。トルコのさ、公式ツイッター、マジでどうした?本当に。かまってちゃんだと思うんだよな。俺も結構同じ気持ちなんで、わかるんですよ。なんか、類は友を呼ぶって言うんですか?あ、トルコ公式ツイッターのね、気持ちがわかるんですよね。かまってほしいんだと思いますよ、ただ単に。なんか来たし。こいつもそうだな。かまってほしいんだろ。オッケー、かまってやるよベイベーということで、しっかりと駆逐していくと。ほんとね、かまってちゃんが多すぎるんで、もうこういう奴らはですね、一回ね、黙らせないといけないと思うんで、駆逐しましょう。はい。オッケー、ということで、うん、どうしよっかな。カスタムでもするか。コンペンがなければカスタムでもいいでしょう。はい。ちょっと探すのめんどくさかったなんて口が裂けても言えないんですが、一旦ですね、まあコンペンなかったんで、カスタムしてみましたと。
ということで、まあ敵を2枚しばいて、てか今日結構人いいんだよね。うん、人が多いから楽しいですね、やってて。マジで勝てねえ、マジで勝てねえ。ドンカツなかなか取れません。さあコンペンがあった、もうちょっと早くも見つけていれば僕はコンペンを取った可能性大。みんなどうしてますか？僕はですね、やっぱコンペン取るね。また来るんだけど、敵多くないか。なんだあいつは、舐めやがって。ああ、やばい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 、舐めてたのは僕のエイムでした。ってかなんかグレネードないの？マジけ、それはめんどくさいですね。いやー、非常にめんどくさい。困った困った、どうしましょう。あーっと、いやー、マジか、しょうもな、クソしょうもねえエイムかまして、すいません。ちょっとバイプルつけてやっちゃいましょうか。あ、敵がさっきからさ、なんかやってっけど、俺そんなとこにいねえからな。あ、あ、バレてるバレてる、位置バレてます。あー、ただ MCX は強し、腰打ち強しと。 MCX なめんじゃねえぞ、5ミリバンドグローザと言っても過言ではないからな。いいえ、過言でした、すいません。さすがにまあグローザほどではないんですけど、まあ、まあ5ミリではですね、まあ非常に扱いやすいし、 DPS が高いんで、まあああいうね近接戦、7ミリ相手にでも、まあ、しっかりと駆逐していけると、まあ、ベリルに勝てるんでね。まあ、皆さん、これがですね、まあ、あの、MCX の力です。はい。ベリルに勝ったらもういいよね。よかったー。カスタムしてて。カスタムしてると、やっぱりこのダメージ上がるんで、多分ね、キル速上がると思うんですよ。知らんけど。なんかそういう話ね、僕聞いたことあるんで、まあ多分そうじゃないでしょうか。僕は結構ね、人から聞いた話、そのまま鵜呑みにしてしまう、なんか、ちょっとね、やばいやつなんで、皆さんはですね、ちゃんと情報っていうのは、あの、自分でね、確認して、あの、信じるようにしましょうね。あの、ビケンディのね、情報も、トルコ公式が出したからといって、それが本当に来るとは限りません。むしろ疑った方がいい。もう、今の世の中ね、その、情報だらけなんですよ。なんで、その、正しい情報を、自分で、見定めてね、正しい情報を自分で見定めて、なんか、取捨選択していく必要がある。本当に。うん。まあ、みんなもですね、まあ、情報の取り扱いには気をつけなはれやということで。一旦ですね、この辺捨てましょうか。俺、あれ、10倍スコープ頼んだよな。ちょっと、物忘れがちょっと最近激しいんですが、頼んでました。素晴らしい。じゃあここ捨てまして、これも捨てまして。なんか、手榴弾ないけど、まあ、いっか。まあ、ちっちゃいことは気にすんな、細かいことも。うん。もういいよ。あと大容量とかないけど、まあ、ちっちゃいことは気にしなくていいんで、一旦これでいきましょうか。マジなんで大容量ないの？誰も持ってないんですか？大容量が落ちてない世界。そんなのやだよ。俺、ニューステで大容量、拾えなかったの初めてかもしんない。初体験です。さあ、ということでですね、残り生存人数なんと6名ということで、コンカラーオブシックスになりました。あのさ、俺、天下不武第2戦、あの、その2、天下不武その2さ、出れないんですよ。多分仕事なんで。なんでね、皆さん、あの、今からの方ですね、まあ、よろしければ天下不武のね、なんか、応募、うん、応募フォームとかも出てると思うんで、ぜひ、じゃんじゃん応募してってくれよな。俺の代わりにね、今からオブシックス取ってください。お願いします。なんかいるー。なんか変なとこで降りたー。なんでー。パンパンパーン。そいつは雨ですよ。ちょっと俺、あの車、破壊しとこ。これ単発になってるな。オッケー。じゃあ、MK14 もさ、ついてないからもうやだ。ほんとめんどくさいって、10発で相手を仕留めないといけないっていうね。あ、え？こっちについてんの？あ、これはついてんだ。なるほどね。こっちにはついてるようです。どうやら大容量。ただ、AR の大容量がないという非常事態。さあ、あの敵はですね、もう、翼を失った飛べない豚なので、まあ、あいつはですね、まあ、適当に今、見てればいいでしょう。あとは裏とか左とか右とか、まあ、その辺見てれば、まあ、大丈夫でしょうと。さあ、あの人がですね、引きこもりになってから、まあ、だいぶしばらく時間が経ちましたが、あ、何をやってるんでしょうか。スタングレネードを投げてきました、多分。まあ、うさばらしのスタングレネードだな。てめえよくも俺のこと狙いやがってってね、多分ブチ切れてる可能性があるんで、ちょっとね、慎重に行きましょうか。なんか、キュウソ猫を噛むっていう言葉があるんですけど、まさにその通りで、追い詰められたネズミは何してくるかわかんないからね。一旦サンスコに切り替えて、まあ、僕はですね、
あの獲物を狙うワシだな。タカか、まあ、どっちでもいいわ。あ、いえー、なんでそれ、甘えすぎ。さあ、甘えていたのは僕のエイムでしたと。さあ、そして俺の位置がバレていくが、そんなのはお構いなしにぶち込んでいく。オッケー、さすがに今のムービングは甘いですね。俺でもあんなことはしない。せめてスモークぐらい焚くけど。まあ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 、俺の圧にあのひれ伏してしまったんだろうな。ありがとうございます。さあ、スモークも2つしかなかったのか、かわいそうに。まあそりゃ渋ってでも、まあ気持ちはわかるけど、ただ死んでしまったら意味がないからな。死なないように、まあまずスモーク2つあったとしたら、もう死んだら元も子もないんで、一旦ね、スモーク焚くっていうのはありだと思います。さあ、ベリルだな。また因縁の相手ベリルがどうやらいるようです。怖いです。ベリルは嫌いです。本当にベリルを使うこなす人はね、怖いんで、マジで相当怖いから、一旦上から撃ち下ろすように。え、まずは強ポジを決中。あ、なんかいるし、なんかいるな。あれは AI じゃないか。あれ AI 臭くないか。あ、 AI でも多分、ただキルポイントが欲しいんで、一旦あの AI をしばいていきましょうか。いた。さあ、 AI しばいて残りはベリルとタイマンです。さあ、左回りでレッツラゴー。あー、びっくりした、今ビクってなったわ。グレネードめっちゃ投げてくるじゃん、こんわ。怖いから一旦ここ伏せましょうか。あっちの方で耐えてんだよな。もう来てんのかな。結構敵近くにいる可能性あるか。左から回っていきましょうか。この裏とか行ったら怖いんで、一旦伏せましょう。はい、エナジードリンクガブ飲みタイム、そしてなんかショッピングタイム発動と。敵はですね、なんかドローンを呼びました。もう早く寝たいから、もうあのさっさと終わらせるぜ。マジで潰します、やります。この後編集ありますが、秒で終わらせますからね。さあ、敵さんがですね、どっか、あっちか、大体の場所分かりました。じゃあちょっとね、時間を置いて、これ裏からね、あの敵を芝生作戦でいきます。ベリルと真正面でね打ち合うのは得策じゃないので、一旦ここですね、あの敵が移動するのを見計らって、あえてアンチを先に譲ると。これがですね IQ200 クレバームーブ。まずは敵の後ろを取っていく。多分移動してると思うんで、敵いないですよね多分ね。もう行ってると思うんで、行ってらっしゃいませって感じなんで、オッケー、行ってますな。めんどくさ、裏取れなかったら、あー怖い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 、どうしたどうした、びっくりした、なんか発砲してました。怖し。一旦ちょっとあの僕が裏から来てるなんてね、多分夢にも思ってないと思うんで、ここで待っておきましょう。オッケー、完璧だな。あ、オッケー、さあベリルすらもしばいていく、この MCX の強さよ。ナイス反射神経。ということでね、ドンカツ取れたんですけど、まあ美剣ディはですね来ないと思います。はい、結論最後に言っちゃいました。あの結論って大体最初に言った方がいいと思うんで、まあ、皆さんね、あのプレゼントかするときは結論で、そっからなんか理由付けとかして言ってください。はい、僕みたいにならないでください。反面教師にしてください。はい、ということでね、まあこんな時間になったんですが、動画を見てくれてありがとうございます。まああのオリジナルマップがね来ると思うんですが、ニューステートのトルコ公式はようわかりません。はい、じゃあこんがりでした。じゃあな、ジジイ。もしかしたらビケンディ来るかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。